今回は、ナユタスで西杯の力を存分に使ってる可能性ない？に対する読者の反応集を紹介します。ズームってことはそういうことだよね。いい着眼点かも。キーと一緒で意味ない気がする。キーは静寂に響く鳴き声ってことで意味あるだろ。キーさんはいつをガンでも異物感パネーな。アニメだと自然にスッと入るんだが。これ一部からどれくらい後なんだっけ？ナユタがある程度成長してたらガチでありそう。確かに意味深なズームではあるよな。これで1の説当たってたらすげえ尊敬するわ。仮にナユタだとして目的なんなんだろうな。戦争の悪魔の監視なのか単純にデンジが見たいからなのか。デンジ見に来てたら可愛いな。あくまでお友達の鳥さんに見に行ってもらってるとかだとほのぼの。動物とお友達になれるんだと思っていたのに、自分の正体を知って無意識に支配していたんだと気づいて曇るやつだ。それをこじらせていっそのことデンジを支配しようとするんだけど、どうしてもできないとかだと可愛い。多分マキマもそうやって歪んでいったんかな。最初はみんなと友達になりたかっただけなのに。一話も鳥多かったからいつも監視してんのかな。それとも危なくて外出られないから暇つぶしか。3話の鳥ってのも意味深に感じる。アサちゃんの名字見たかだし。今回のタイトルが2話なのも気になる。デンジがナユタと協力して悪魔を買った説がすでに出てるよね。ナユタがナビでデンジが戦闘って感じで、このページの4コマ目に2話の鳥が飛んでる絵があるんだよね。タイトルの2話が朝と戦争の悪魔を意味するとしたら、3話目が戦争と同格の支配の悪魔イコールナユタなのかも。ほんとだ、全然気づかなかった。そういうの好き。操ってる生物に助けてチェーンソーマンって言わせてもワープできたりしてな。普通に読んでくれ。普通に読んだ結果じゃね。普通に読んでたら先の展開の予想とか気にするでしょ。友達と話しながらこれ絶対伏線でしょとか言いながらダベることってあるじゃん。ならそれっぽい描写を入れないでくれ。普通に読もうとしても脳みそに可能性がちらつくんじゃ。一回や二回映り込んだだけならさておきこんなに何回も取り入れると偶然かって感じしないし。チェンソーマンのいいとこはすげーって IQ 例で読んでも楽しめるし、こういうひねくれまくった考察でも楽しめるとこだよな。一部の時からこの描写は多かったからありそう。飛んでるカラスイコール支配の悪魔の監視って方程式は第一部読んだ読者なら大体わかってるはずだからミスリードなんじゃねえかなって思ってる。疫病の悪魔とか他の悪魔が操ってる可能性だってあるわな。3話いるから見たか？あたりから普通に読んでない。ナユタちゃんが悪魔を見つける、デンジが狩る、みたいな連携じゃないかと思ってる。ナユタの力はまだまだ弱そうよね。違法建築が立ち並ぶってことは秩序が多頻出るんだもん。支配が及んでないんすわ。タイトルの2話から見たかちゃん図が取り扱いだから力関係的には下等動物枠だろうっていう。支配と戦争の能力関係がじゃんけんみたいにメタな関係性してんじゃないかな。三すくみ的な関係は面白そうだ。他の二人次第。三鷹ちゃんとの絡みが想像できねえ。あの三人のパトロール中に会うって展開は確かにありそう。多分デンジがお世話されてるか、首はついてる。デンジにずっとひっついてる謎の幼女みたいなベタな味付けをたつ気がしてくるわけないけど、期待しちゃう。吉田がまだ高校生だからあんま時系列自体は進んでないんだよね多分。多分だけどデンジがナユタの盾にされて、ギャーっていう。それか戦争の告白にウキウキで OK してギャーってなるのはわかる。マジでどうなってるのか想像できない。タツキはそういうの分かった上で思わせぶりな描写入れまくってそう。じゃんけんしようぜ、俺パー出すわって言われた状態。むちゃくちゃスッキリした、それだわさ。弱体化確定はポチタチェンソーマン。だからデンジまで弱体化してるか不明。戦争の悪魔は三鷹にしか見えない幻だから鳥で監視できない。ちゃんと原作を理解できてないのに考察とか巻き巻かよ。戦ってるとこ見てたならそっから朝見張ってるだけでいい。それに、そもそも朝をターゲッティングしている必要もないよな。街全体それ以上の規模を監視しているとか。普通に読んでくれって脳裏によぎったわ。でも予想したり想像するの楽しいよね。漫画読んでこのシーンってこういうことじゃね？とかこの描写ってこれモチーフだったりすんのかな？って思うのって全然普通の漫画の読み方だけどな。これは普通に面白い考察だと思った。結局はバランスよね。やりすぎは良くないが。そういやデンジは学校なんか通っちゃって一般人と同じような生活してるけど名字はどうしてるんかね。早川デンジだろ。早川脊髄犬になっちゃう。タツキの漫画を普通に読むなんてできるわけないんだよな。言うほど考察が必要な漫画書いてたっけ？脳みそ空っぽにして読んだ方が面白いでしょチェンソーマン。
考察しなくてももちろん面白いのは間違いないけど、いろいろ考察しながら読んでも面白いのがチェンソーマンじゃん。ナユタとの生活がとても気になってるのだ。それでバディで悪魔と戦ってるとか言われたらすごいワクワクしちゃうのだ。ナユタの世話をしていたデンジの構図から逆転して、ナユタが危なっかしいデンジの世話を焼いている。って展開だったら俺は嬉しい。あと、ヒロフミは転校生だから現役とは限らない。経歴詐称してデンジがいるらしい学校へ潜入している可能性はある。ナユタって最終話の子供よね？ズームがナユタに繋がるのどういうこと？ナユタイコールマキマ支配の悪魔イコール自分より弱いものを支配できる、作中ネズミや鳥を使って盗み聞きをしていると言われていた、見ることはできないと言われてるけど実際は不明。マキマさんは人見分けるの苦手っていうの最後に出てたし、見れるけど視覚情報だとよくわからんだけかもしれんしな。前にマキマは鼻が利く、と言ってたから視覚ではなく悪魔の匂いを感じ取る嗅覚みたいなもので監視しているんじゃないかな。申し訳ないが前作からして、バリバリ細部に伏線散りばめてきちんと回収してる前科あるから、普通に読むなんて無理やわ。邪推だとしてもいろいろ考えてまう。普通に読んでくれと言いながら考察ガチ勢の欲求をビンビンに刺激するのがタツキのやり方。